ドリームチェイサーです。今回はこちら妖怪メダルバスターズ第1幕鬼退治どんぶらこ編、こちらを開封していきたいと思います。さてどうでしょう、かぶってるかかぶってないか、すんごい怖いんですけど、集まってないのが残すところ大釜とアツガルルと赤鬼で、まあ、ガシャでアツガルルが出てるのでどうしようかなってとこなんですけれども、結構友達にも聞いてみたら大釜とか赤鬼とかウサピョンとか出てない子も多かったので、かぶったらあげようということで、早速一箱開けてみたいと思います。では早速いきます。チョキチョキ。こちらもパチンと切って、とここですね。チョキ。よし、今回のアソートは何かな。じゃじゃん、2048ですね。2048の箱を開けていきたいと思います。いきます、上からいきます。欲しいのは赤鬼、特に赤鬼。いきます、せーの、じゃん。あ、天狗だ。天狗とブリー隊長。ブリー隊長、天狗もいるしな。二つ目いきます、いきます。ちか、またこっちだ。せーの、じゃじゃん。あ、おー、大釜きたーと、じゃじゃん。お、アツガルル、ここセットだ。やったー、一気に二つ揃いました。アツガルルと大釜、やったー、二つ出ちゃいましたね。あと赤鬼出たら終了でいいんですが、次で来るかな。いきます、いきます。どっちか、どっちか。せーの、じゃん。あ、草薙、草薙も欲しいって言ってたお友達。せーの、じゃじゃん。天狗かー、天狗かー。草薙はでも嬉しいな。自分としては被りなんですけど、結構出ないみたいですね。続いていきます。私が欲しいのは赤鬼。せーの、じゃん。あ、大釜2枚目と、メラメライオンか。メラメライオンですね。赤鬼。いきます。せーの、あ、これはブチニャンだ。ブチニャンと、じゃん。ブリー隊長か。ブチニャン、ブチニャンはでも嬉しいですね。持ってますけど。さて、こちら。ザクザク開けてるので、パック数が分かんなくなっちゃいそうなんですけど、これ、6パック目ですね。いきます。いきます。せーの、じゃじゃん。ゴールニャーン、出たーと、あ、アツガルルだ。アツガルルも2枚目ですね。2枚目だ。そして、7パック目、いきます。ね、赤鬼。あと1個なんだけど。いきます。せーの、じゃん。うっさぴょんかい。と、じゃじゃん。ぬえー。ぬえぬえ。赤鬼来い、赤鬼来い。8パック目、いきます。せーの、じゃじゃん。メラメライオンか。と、じゃじゃん。アツガルルか。え？さっき出て、あ、さっきのはゴルニャンか。なんかでもこの被り方は嫌だな。ね、いっぱいいっぱい被ります。これ9パック目ですね。いきます。あ、ここに来い。せーの、じゃん。ブリー隊長と、
じゃん。大だらぼっちか。大だらぼっちか。さて、残り3パックになっちゃった。残り3パックです。10パック目いきます。いきます。いきます。あ、やったー！見えちゃってたけど、赤鬼出たーっと、天狗はいらないけど、赤鬼やったー！じゃじゃん！これが欲しかったんです。かっこいい赤鬼でーす。やった。これで、コンプですね。はぐれのうさぴょんだけいないんですけど、コンプリートできました。では、続き、もう残り2パックなんで開けます。せーの、じゃん！ジバニャンだと、ダイダラボッチ。このアソートすごいいいじゃん。ブチニャンも出て、ジバニャンも出て、大浜も出て。すごいすごいすごい。ラストです。いきます。せーの、じゃん。お肉イカーと、ゴルニャン。ゴルニャンこんなにいらないし。あ、でも全体的に見ると、このアソートは、すごくいいかも。へぇー。なんか二つ目なくてもよかったな、うち。二箱目のがなくて、これだったらもっと楽に揃ったかもしれないですね。まあでも、目的のこちら、大釜厚ガルル赤鬼が出てくれたので、すごく良かったです。はい、ということで、無事コンプリートできました。ジバニャン、厚ガルル、天狗、キュービ、平井心、ヌエ、そして、ダイダラボッチ、オオガマ、アゲアゲハ、座敷わらしん、草薙、ウサピョン、桃太郎ニャン、ゴルニャン、と、カブトムソウ、プチニャン、メラメライオン、ブリー隊長。そしてこれがはぐれのジバニャンでしたね。さらに、赤鬼、お肉い、こちらは、この、こちらについていたプリズンブレイカーが入っています。ここのレッドジェイとマイディドッグは、ゲームの方を買うと手に入れることができますね。ということで、第1幕、鬼退治ドンブラコ編は無事コンプリートで完成しました。イエーイ！では次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。